橋が来たぞ、橋が来たぞ、やったぞ、橋が来たぞ。どうしよう、おじちゃん、おじちゃん、二人で変態になろうぜ、二人で変態になろうぜ。どういうこと？あ？分かった？意味が。どういうこと？意味不明な髪の色してたでしょ。え？うん？とても来てくれて助かったよ。これやってたらすごいと変態に見られるからさ、ああ助かったよ。いろいろなんか、ね、どうした？やっぱこれが使えるよ、ちゃんと。あ、うん、あのね、横後ろの缶はね、見なかった。これにしてくれ。あいつはカスだった。あ、ミスター。うん、ミスター。あいつはね、もうね、商品的にアウトなやつだった。使い切ったけど、無事使い切ってあげたけど、はい、一時的に染める的なやつ。一時的に染める的なやつ。シャンプーで落ちる的なやつ。あ、じゃああれか、一日だけってことか。そうなんだよ。そうなんだけども、ああ今考えると、これね、使用用途がね、ちょっと微妙すぎてね、これだったらね、一日だけね、普通に染めちゃった方がよかったレベル。この、ほんとそのレベル。ああ変態になろうぜ、一緒に。みんなよ、ちょっと荷物置いてきていいです。いいよ。もしよ、今ね、俺が使ってるのはね、シルバーだけどね、ああ赤もあるよ。赤もある。赤もあるよ。赤になるやつもあるよ。赤になれって言ってんのか、お前は。いや、シルバーでもいい。いいじゃん、俺なんかもさ、シルバーって金だぜ。複合体になってるんだから。白銀みたいな。弱点ね、パサつく。非常にパサつく。ワックスの使い方をミスったやつみたいになる。ありゃ、だからね、それ考えるとね、マジに V 字を落とした方がよかった。そしたら、普通にね、なんとかなったのに。って思った。吉川は後悔した。後悔の念しかない。使うとね、手が大変なことになる。弱点としてはただ金の方が大変なことになった。金は金粉まみれになってた。なんかあれか、ラメ的な感じか。そうで、初期インパクトでね、ブシューってなってね、車の中でちょっと飛び散った。石鹸で落ちるからいいんだけどさ、後で落とさねえとって思った。いいんだけど、あれじゃねえ、はい、海で落ちんじゃねえ。あ、シャンプーでしか落ちないから、多分落ちないと思う。そんなちょっとは落ちると思う。あ、なんかそれはそれで面白い気がするけど。意外とね、数だけはあるからね、何とでもなる気はするけど、復帰はできる。ちょっと乾くの、あと。いいよ、星の荷物取ってきて。うん、あれはね、誰もね、盗む変態いないと思う。パンパンス？花火パンパンス？よいしょ。昨日 SD 全部届いたけどね、持ってこなかったよ。どうなった？うん、あいつを使ったらおしまいだと思ってるから。あれ、あ、そうだね、言ってたもんね。でしょ？なんかいたね。ハンドルはまだマシだよ。ハンドルはまだマシだよ。あのね、俺のハンドルはね、まだマシな方で、枕が、ま、俺の枕が、枕っていうか、そのなんか、頭を置くところで、まずは。頭を置くところにダメージと、あとはそっちの扉のダメージで。まあ、多分あれぐらいだったらすぐ落ちると思うんだけど。いやー、スーパーと変態セットだわ、これ。